まずは勝利おめでとうございます。ありがとうございます。今シーズンのおそらく集大成というゲームお考えになったと思いますけれども、ゲームを見たいと思いますでしょうか。今週はちょっとセットプレーのところをたくさん練習して今回臨んでたんで、そういう形で4点取りましたのはすごく良かったなと。そんな中でも、いや結構拮抗したゲームを皆さん想像したんじゃないかと思いますけども、その中でたくさん点を取った。そして池江とはありませんが1点を失敗しましたけども、それ以外の部分では失点がなかったというのは大きいと思うんですけども、いかがでしょうか。今年はクリーンシートというところをすごく選手と話して戦っていこうというのを言ってたんで、まあ1日間は残念ですけども、まあ、それ以外のことでしっかり今週やってきた課題の部分が落ちてきた方が、まあ、良かったなと思います。さあ、1995に福山のこのスタジアムに集まっていただきました。たくさんのサポーターの皆様に一言お願いしますでしょうか。今日は雨も降っている中で、本当にこんなにたくさんの方に来ていただいてありがとうございます。この試合を終えて、中断期間に入って、今度大会が9月の末になるんですけども、その試合に向けて、またしっかりと準備をして、だんだん見えてきたこの頂上というのを、カウントダウンをファン、サポーターの方と一緒に見届けられたらなと思っています。ありがとうございました。